西岡成美選手です。どうぞ。まさかマイクを持たずに出てこないと思ったけど、はい、間に合ってよかったです、ね、あのデビューを控えて本並選手のお呼びたくさんの方が集まってくださいました。ありがとうございます、ね、どんな気持ちですか？いや、嬉しいです、ね、嬉しいですね、はい、あのあまり初めてのトークショーですよね。はい、初めてのトークショーです。緊張はしないタイプ？はい、大丈夫です。大丈夫です、はい、結構人前に出るのは好きな方なんですか？そうですね、あんまり、うん、緊張とかはしない方だと思います。そうなんだ、はい、自分で性格ってどんな感じだと思います？負けず嫌いが強いと思います。 はい、お姉ちゃんに似てますか？いや、もう姉とは全然逆で、はい、姉はもう本当におっとりしてるんですけど、うんうん、私の方がもうどっちか言ったらオラオラ言いたいって。オラオラ系なんですか？そうなんだ。あ、じゃあね、ちょっといろんな話が聞けるかなと楽しみにしておりますが、まあ、今大賓席からね、業界からすごく真剣に試運転もレースもご覧になってました。どうですか、 G1 の雰囲気？そうですね、やっぱりそう G1 の雰囲気、まだピットに入ったことないんでわからないんですけども、うんうんうん、上から見てるとなんかこう、どんなところ見てたんですか、試運転とか？試運転はやっぱりレバーの当てとか、あとモンキーの姿勢とか、かぶりの深さとか見てます。そういう目で選手になる前見てました？全く見てなくて、うん、本当にわーすごいなーみたいな感じで、うんうん、かっこいいなーしか見てなかった、はい、じゃあね、より具体的にそうですね、感じですね、はい、じゃあそもそも成美選手がこのボートレーサーを目指したきっかけを教えてもらっていいですか？はい、きっかけはもう本当に姉がボートレーサーになって、いろいろ活躍してる姿見て、自分もなりたいなって思ったし、やっぱり自分の頑張り次第でそのいろんなタイトル取れたりとかして、夢がある仕事やなと思ってもなりたいと思いました。お姉さんがなられる前はあんまりご存知なかった？いや、もう幼い時から、うん、その丸亀の方によく見に行ってたんですけど、はい、実家が香川の方に近いんで。そうなんですか、ね、はい、うんうん、なんで身近にあったんですけど、うん、特になりたいってではなくて、はい、じゃあお姉さんがなられたことで具体的に、はい、そうですね、うん、はい、養成所の1年間はどうでしたか？養成所の1年間は本当に充実してました。楽しかったです。そうですか、はい、厳しかったり辛かったりしたことはなかったです？はもうあったんですけど、うん、もうやっぱりいつもう落とされるというか、いつ自分が対象になるかとか、そういう不安とかもめっちゃあったんですけど、うん、それでもやっぱ毎日やることとかがいっぱいで、うんうん、まあ、自分の夢に通じることだったんで、はい、楽しかったですね。一番の思い出何ですか？一番の思い出はいっぱいあるんですけど、やっぱり壁難っていう訓練、初めての現地訓練で、なんか全速旋回をもうみんなで、なんか壁難はすごい水面が柔らかくて、はいはい、バーンってハンドル一発切っても、そんなこけないんですよ。柔らかの養成所と違うんですね。はい、壁難の方が断然柔らかくて、はい、それでもみんながなんか全速旋回しだして、じゃあ自分もって乗っかる人が多くて、それでもみんなで全速旋回してたのが一番の思い出です。うまくいきました？初めてその成美選手が全速で行った時。もう初めて、もう今までずっと怖くて、全速で一発切れなかったんですけど、もうその時はもう本当に、バーンって切っても、もうなんていうんですかね、スーっていくんですよ。うんうんうん、なんでもう、すごい気持ちよかった気持ちよかった、はい、そうなんだ、気持ちよかったです。同期も仲いいんですね。はい、もうめちゃくちゃ仲いいです、うんうん、あのね、話題になりました、あの笠原選手、はい、うん、どんな方ですか？もう、123.1 のなんですかね、もうムードメーカー。おー、あ、そうなんだ。はい、ムードメーカーですね。まさか小羽選手は、小羽は最年少でも、うん、もう毒舌キャラ。あ、そうなんですか。誰にいたんだろう。そうだったんですか、はい、ご自身はどんなその木の中では役割だったんですか？私も結構もうおちゃら
けキャラでしたね。そうなんですね、はい。まあ、このハキハキとしたね性格で木を引っ張っていったんじゃないかなとも思うんですけど、はい、あ、まあ、最後は招待状やらさせてもらったんで、うんうんうん、はい、はい、師匠はまだいないということですが、一番お世話になっているのはどなたですか？は菅文也選手にめちゃくちゃお世話になってます。菅選手どんな方ですか？もう本当に優しいんですけど、もういろんなことを教えてくださって本当に気にかけてくださるし、もうプロペラとかも見てくださってて、はい、でも徳島支部はもうヤング会っていう会があって、はい、本当にもう山田選手とか西野選手とかすごいもう熱心に教えてくださるんで、練習でも、はい、すごい環境はいいと思います。ちょっと楽しみですね、はい。あの成美選手ね、大学に在学中らしいですよ。高知県立大学、はい、はい、この大学はどうされるんですか？今も行ってるんですけど。行ってるんですね、はい、うんうん。あと単位が少しで卒業できるんで。じゃあ今2年生？今は3年生の後期になるんですけど、でもちょっとなかなか行けてないです、やっぱり、はい、練習も忙しいですよね、はい、結構今もう練習これで今来てるんですよね。練習、そうです、毎日行ってます。毎日来てて、はい、はあ、そうですか。じゃあなるべく頑張って両立して大学もできたら卒業したいなと思ってます。わかりました。じゃあここでですね、実はお客様からもたくさん質問が来ているので、はい、いろいろ伺っていきたいと思います。まず成美選手と姉妹喧嘩はしますか？姉妹喧嘩、兄弟喧嘩、あ、姉とですか、うんうん、あ、もうほとんどしないですね。しない、はい、仲いいんで、うんうん、まあ、でも小さい時はよくしてたんですけど、はい、やっぱり大人になってもう全然しなくなりました。小さい時どんなことで喧嘩してました？え、もう本当にお菓子食べたとかかわいいな、お菓子食べたって言ってとか、もうそういうので喧嘩しました。それどっちが勝つんですか？私が大体もうなんか向こうが引くんですよ。お姉ちゃん引いてるんだ、じゃあいいわみたいな感じで引いていくんで、でも私はもうなんかガーって引くんで、もうだったんですけど今はもうお菓子で喧嘩はしなくなりました。もうしないです、もうお菓子の欲とかももうあいいよって感じで心が広くなりましたよかったですね、はいはい。じゃあ姉に秘密にしてることはありますか？秘密にしてること、うん、秘密にしてること、秘密は今のところないんですかね、はい、あってもこの場では言えないですよね姉には結構何でも言ってますね、はい、そうなんですね。じゃあまあちょっとお姉ちゃん絡みで続けますが、はい、三國選手と直接対決をもししたときに、はい、言いたい言葉はありますか？言いたい言葉、結構する前ですか？する前に、する前は多分もう無言やと思います。もう自分が、うん、多分なんですけど、うん、自分想像なんですけど、うん、多分自分はレースに集中して、はい、スリマーを勝つこと考えてるって感じで、うんうんうん、多分無言でレースに行って、うんうん、意識はします？意識は多分しないと思います。しないようにする、はい。お、着順どうなりそうですか？着順は私がダッシュから行っても、はい、もう全速スタート決めて、はい、インコース何をまくる感じですね。まくる、はい、もうそのイメージでそうですね、はあ、そうですか、はい。じゃあ勝ったら言いたい言葉、勝ったらお疲れさんですねはい、わかりました。じゃあね、次の質問、結婚するなら選手ですか一般人ですか？あー、でもどっち、あー、でもどっちですかね、どっちでもって感じですね。とりあえず尊敬できるところがある人を魅力的に感じるんで、はい。じゃあ年上でも年下でも、そうですね、うん、好きなアーティストは？アーティストは、うん、K-POP が好きなんで、ビッグバンとか好きです。流行ってますね、はい。じゃあライブとかも行かれたりしてたんですか？はい、行きました。そうですか、はい、はい。じゃあちょっと似てるけど、好きな芸能人、好きな芸能人、うんうん、好きな芸能人、そこ、誰かいますかね？あ、いない、特に、そうですね、人ってのはないですね。ビッグバン、はい、そうですね、ビッグバンが好きです。わかりました。じゃあちょっと真面目な質問です。10年後はどんな選手になっていたいですか？10年後、憧れの選手とかいますか？憧れの選手はいないんですけど、うん、
でもやっぱりどのコースからでも船券に絡んでくれるという信頼感のある選手にはなりたいですね。10年後だと、今22歳だから32歳。そうです。想像できます？まだ全然想像できないですね。でもね、ゆくゆくはもちろんタイトルも取っていきたいですよね、はい、一番取りたいタイトルは何ですか？クイーンズクライマックスで、もう優勝してティアラをかぶりたいです。あ、ティアラをかぶりたい、はい、似合うでしょうね、はい、今まだあんまりお化粧はされてないですか？あ、そう、薄めですね、はい、でこれから少しずつですかね、はい、まだまだティアラもね、さらに似合うような女性になられるんじゃないかと思いました。何年後ぐらいにその目標は達成できそうですか？何年後、うん、クイーンズクライマックス、そうです、22なんで今、30までには、あ、30歳までには大きいこと言ったんですけど、取れるよって、はい、言ってくださってます、はいはい、じゃあ、ね、デビュー戦がなんと、まあ、なるみさんだけになるみマルカップなんですよね、はい、11月26日から12月1日までのここナルトのレースなんですけれども、デビュー戦はどんな目標でいきましょうか？デビュー戦は、1周1マーク回った着順をキープしたいと思います。1周1マークを回った着順、はい、例えば再打ちさせて、3着に出れたら3着キープ頑張ってしたいし、でも模擬レースとかでもやっぱり着順3着4着とかの着順キープがすごい難しくて抜かれたりもするんですけど、まあ、たとえ6着で出てしまっても前と離されないようにとか、もう前道中も考えながら走りたいと思ってます、ね、すごい具体的な目標なので、はい、ね、これ達成できたらすごく大きな一つのステップアップになりそうですね。そうですね、はい、ね、お客さんももちろんファンの皆さんの成人祭も楽しみにしていると思うので、はい、はい、ぜひね、はい、頑張っていただきたいと思います。じゃあ、ここで、なるみ選手から告知が入るんですよね、はい、明日なんですけど、朝の7時からケーブルテレビ徳島でお天気の後にボートレースの紹介っていうコーナーがあって紹介していただくので、もし徳島市内に住んでる方がいらっしゃったら見ていただきたいのと、あとそれあと市内に住んでない方でもナルトのホームページで後日 URL を掲載してくださるということなので、ナルトっていうのはボートレースの、あ、そうです、ボートレースナルトのホームページで、よかったら見ていただきたいです。ぜひね、明日朝7時から徳島市内の方はテレビをご覧になって、そしてそれがご覧になれない方はナルト、ボートレースナルトのホームページからアクセスしていただいて、インターネットで拝見していただければと思います。じゃあお時間になりました、はいはい、あっという間でしたが、最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、デビュー、今月の26日からデビューする5056の西岡奈美と申します。まずデビュー戦は無事故は達成したいんですけど、もう目標を無事故って定めてしまったらもうそれだけになってしまうというか、やっぱり目標を高く持っていきたいと思っているので、そうですね、さっき言ったように1周1マーク出た成田着順をキープしたいと思うし、前も追いかけていきたいと思ってますので、で将来的にはクイーンズクライマックス取ってティアラをかぶれるような選手になりたいと思ってますので、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ここで、なるみ選手